成田空港まで来て、で成田からピーチエアにこれから乗ります。はい。で、ちょっと面白いことがあったんで今ご報告します。このようにマスクしてないのはここだけでも一人だけですね。はい。で、まあチェックインカウンターとかで、ね、マスクは忘れですかって言ったんで、はいっつって、まあ、前回もですねピーチに1回乗った時にマスクその時いただけたんだけど、その時にですねコンビニ行って買えって言われたんですね。で柔らかく言うんですけど、またちゃんとマニュアルがあるんでしょうね、ご協力いただきたいという言い方です。であんまり変なこと言われたらですね刑法223条、強要罪のに当たりますっていうね、こういう私スマホで、ダウンロードしてるそのチラシがあるんですけど、それを見せようかなと思ったんですが、まあ穏やかに言ったんで、あ、分かりましたとほっときゃと思って、ほっとこうと思ってたんですね。そしたらマスクされない理由がありますかと言われたんで、あ、それはあるよと。でそのなんでですかっていうか、化学薬品アレルギー、これは実際私そうなんですね。化学薬品アレルギーは事実で、あとは寝不足で不整脈もあるので、まあ、そういう話をしたらですね、シールドだったらいいですかっていうことでですね、今リアルタイムですが、シールドいただきました。はい、これ視界が良くないですね。でここから鼻の下からかぶせるシールドっていうのを私注文してるんですが、ドクター中松のね発明品で、これ注文したはいいんですけど、納期がですね、かれこれ7月ぐらい、そうですよ、4ヶ月ぐらい待ってますから、まあ、それが来たらですね、マスクよりははるかに快適なので、それはしてみようかなと思ってます。いずれにしろマスクしませんという理由がはっきりしてれば、このように PGR でですね、シールドを借りれますということです。これから石垣に、待ち時間があと1時間ぐらいですけど、行ってまいります。はい、石垣へはリトリートの、抽選制を引き連れてので、ね、下見てみます。それでは石垣島の近所、楽天でですね一番安いホテルを、予約しました。5500円で駐車場が1000円ですから6500円ですけどね、6500円のくせに、ベッドが3つあると見えますかベッド3つありますという感じでですね、何の色気もないっていい感じですよね。はい、ということで、明日から下見ですけど、改めてね、石垣島リトリートの、下見で、千恵先生と昼間からお会いして、そのまんま高木沙耶さんの、メルヘンの世界に行ってきます、すいません、今時間がまた1時ぐらいで、ようやく今仕事が一段落したので、お話してます。それでは高翔さん、小川です。あ、かっこいい。すいません、ちょっと今盛大にマリファナやってますね。ちょっとですね、今ダビに伏してるですね。あまりちょっと恥ずかしくてお見せできないんですけど、いやいや楽しみです。ようこそ西の豆、すいません、ちょっと、あ、大丈夫です、どうお仕事されてください。ちょっと映させてもらって、はい、本当に行きますよ、違うのか、それだったら、どっちでもいいですよ、どっちでもいいですよ、先生に任せます。いや、晴れてきた、最高ですね。
すごいな。はい、スプリンクラーで。スプリンクラー、それあのそうですね、たあのコンクリート白い建物以外のこの緑色のところですね。はいはいはい、はい。あの辺のところでパーッと。あ、わかりました。あの女子の方でも一人いらっしゃいました。あ、おはようとか言います、ね。そんな感じ。違うんですかね。見てください。本当ですね。背景、背景、背景。そうですね。なんかこう映り見てくれる。これ iPhone。あのアルファ。そう。だけど難しいんですよ。あ。じゃ あの安く買いましょうか。もともと結構高いから、あれあれいくらのしました。僕のはね、本体50で、あ、かなり高いやつだ。レンズ24万ぐらい。一応プロユースの1枚。はい、じゃあお客さん来ました。こっちもともとはそのカーって、地元の人たちはお客様聖地、ちょっと足元、再び滝に来ました。滝、もうすでに高翔さんは滝浴びをしてます。千恵先生もなんと水着で入ってます。いや、バッチリ今滝浴びしました。楽しかったですか？楽しかったです。いや、ここに達人がいまして、滝浴びして、誰もタオル持ってかないんだけど、みんな乾いてる。滝浴びてからまだ10分以内です。乾きましたか？もうちょっと。ちょっと。バッチリ乾いてます。はい。もともと田んぼだったんですよ。本当ですか？すごいね。だから土地の面も、こっち農地になってる。なるほど。農園って書いてあった。はい。サトウキビですね。ここでサトウキビもありますね。ジュースの絞り終わった。ああ、無駄がなくて素晴らしい。それを薪にしてまだ暖かいでしょ、ここ。しかし旦那うまいですね。ありがとうございます。恥ずかしい。まあ、全部質、全部質使い。決定的な違いはこの紙巻きだとね、どんどん着火剤が入ってるから燃えてきちゃうんだけど、葉巻ほっとくと消えちゃうんですよ。あ、そうなんですか。うん、そこは大きな違いですよね。だからこの紙用がなんか発明できるといいんだけど、ないんだよね、これが。燃えやすくできてるんですか、これは。あ、これできてない。これはいわゆるそのヘンプペーパーですね。これ最高じゃないですか。ドンキホーテに結構売ってますよ。マジで、こっちの方がいいじゃん。巻きにくいんだ、こっち。いや、そんなことないです。まあ、こっちだとちょっと長いんですよ。でこれはそのいわゆる普通の紙管の紙ガイレット用の、このね、このコイルのこのここにあのケミカルがあるんですよ、どうしても。あ、まだ途中で捨てちゃえば、うん、だから JT の使ってる紙は最低らしいですね。いわゆる一番安いその工業製品を使ってるから。なるほどね。その紙が悪いんだ。テンプペーパーなんかあるんだ、すごいですね。あります、あります。今ドンキホーテ。タバコじゃありません。タバコじゃありません。あの少しマスク、タバコの葉っぱないですかね。はい、これはタバコじゃないです。これは 100% 昨日飲んだお茶と同じヨモギなんですよ。はい、で少しどうせなら立ってするよりも座って、そう座って痴漢してね、座って、でやっぱでも痴漢で、まあ何歩かして、本当だなのか、やっぱ私ダメだわって思ったら、もう隣に回してみて。そうで少しシェアしてみてください。ちなみにこれはあれですか、肺に入れるんですか？もう肺に入れます。全然きつくないんですよ。タバコなんか全然きつくない、うん、これまず肺に入れない問題があるからね。それわかんないですよね。あ、私が肺に入れる、入れる入れない。どうですね、喉吸い込むかどうか、吸い込むかどうか。
何の反応。なんか中学校の時にこれタバコ教えるじゃないですか。お前吹かしてんじゃねえよみたいな。これがハイニーだね。あ、はいはいはい。でもこれハイニー入れちゃっても大丈夫です。ハイニー入れちゃったらマスク引っ越し可愛く変わってもらえるから。どうやったらいい。ゆっくり入っ、大丈夫ですよ、ね。すっと見てください。これがヨモギ。なんとか、って捨てちゃった。なんか、引き込まないですね。ほら。あ、捨てるんだ。そう。へぇ。へぇ。これはなんか大丈夫ですね。大丈夫ですか。なんか、ハルさんに、ハルさんに、ハルさんに、ハルさん、はいはい。ヨモギ 100% 少し味してみます。あ、そうそうそう。そうそうそう。で、あ、これは軽くていいっすね。で、だからニコチンは入ってないんで、あの、僕らは満足度ないですよ。満足度はないですね。なニコチンにやっぱり。1本吸っても、1本吸っても、また別のタバコ吸って火つけようとするんですけど。あ、でも一服でいいやろ、これ。確かに。うん、大丈夫だ。で、女性はこういう、こういう、こういう、あの、甘が、なんか、テルテル坊主みたいにつけて、で、穴の開いた椅子に座って、で、その、同じヨモギの煙を子宮から入れてあげる。ああ、はいはい、ヨモギ虫の。そうです、そうです。ああ、そうか。それと同じ、だから今、上の口から入れるか下の口から入れるかって、まあ、ちょっとあれなんですけど、あの、体のこの辺がね、ポーっと熱くなる。暖かくなる。暑くじゃなくて、ほーっと暑くなる感じが、その、あるらしい。ありますよ。少しこの辺が少しじわーっと汗かく人がいる、敏感な人は。で、はい。だからもともと薬用の、その、薬用で使われてるものなんで。これは大丈夫ですね。いや、まあまあ、無理してす、あの、大丈夫っていうか、その、そうなんですよ。で、ちゃんと、なんでしょう、あの、薬草臭しますよね。あの口そう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 、はいはいはい、大丈夫で、今度思い切ってちょっと飲み込む、吸い込む、はい、そうですか、はい、ね、これ、これどうやら何かの効能あるらしいんですけど、そのヨモギがガンス本当かなと思うんですけど、ヨモギは結構その薬草の中ではかなりその、あの万能薬の一つだと言われてて、僕らヤギ汁に入れて食べたりとかこういろいろ生のやつ、これは完璧にハマってですね、しかも美味しいな、甘さがありますよね。甘さがあの途中でその辺に。ハマキは甘さがね。いますか。はい。でも満足度がやっぱりタバコはバッチリありますよね。僕もじゃあ。はい。あ、全然なんか大丈夫。でもね、タバコの効能として結構ね、初対面でも仲良くなるっていうね、だからよくあの会社の喫煙所とかになると、なんかこう、情報がいろいろとこう、いや、まあまあ、でもぶっちゃけそれはタバコの効能よりも社会的なこう、なんか制裁のおかげかもしれないですね。そうだね。タバコの そっちが本質だね。まあインドとかでも確かにそれありましたけどね。インドとかでよりタバコちょうだいですけど、ね、それでこう、でも、ハマキなんかもね、あの、東南アジアと海外で吸ってると、結構、まあ、あの、欧米人とかがね、吸いやすとか、どっちかやってきて、何吸ってんのとか言ってくるから。俺はこれ持ってんの。そうか、ああ。うん、そうそうそう。はい。銘柄でね。あ、わかります。俺、同じ。ちょっと、小岩の僕は、ちっちゃいあの、クラブとか、その辺で買ってると、朝にいいんだけど。
同じ依存物質と依存物質、はい、薬中同士が同じ依存物質薬中同士が依存物質にやっぱり性質はありますからね、確かに、うん、そうですね、ニコチンに魅了された人間たち、ね、そうなんですね、これがそのレビウスなんとかとかなんとかメンソールみたいな口みたいになると、うん、もう違うものになってあのリキッドとか最悪でしょ、あれはないですよね、まあ、わかんないです、僕怖くて口に入れないんですけど、うん、細川先生いわくある人ヘビースモーカーなんですけど、ピースなんですけど、やっぱあれ、あの電子タバコは絶対やめた方がいい、電子タバコは別のもんですよ ね、セブンスターとかピースとかやっぱ昔ながらのタバコだとやっぱちゃんと本来のタバコに依存してるんですけど、なんか今の場合ちょっとなんか別のもんですよね、うん、その陰謀論の中でもそのヒトラーが実はあのバス生き延びて地球、月の裏側に地球を作って生き残ってるみたいなこう話がまことしやかに、何言ってんだよ、これはいくらなんて嘘だろって思ってたんですけど、実は人はあの時死んでなくて、アルゼンチンでちゃんと天地を全うしてるんですよ、だからメルケルが娘説がありますよね、顔似てんですよね、しかもね、はい、ただ、あの時にあのいわゆる拳銃で自殺したということになってるんですけど、実は CIA がお役目ご苦労様っていうことで、うんうんうん、その後潜水艦に乗せて、うん、アルゼンチンのブレーソンスアイレンスまで送って、うん、アルゼンチンのその田舎の方でそこであんた隠遁生活しなさいってそうご隠居として、そうなんですか、大体欧米人って公私権したり、まあ、中国もそうなんだけど晒しつじゃないですか、本当に悪いやつだって、はいはいはい、そういう歴史いっぱいあるんだけど、やってないでヒトラーに関しては、あで、それ実はアメリカの公文書の、アメリカの公文書って、これ極秘だよっていうやつも50年後には必ず開示するっていうルールがあるんですよね。それで出てきたんですって。あ、出てきたんですか。うん、そうなんだ。だから教科書は、あの陰謀の足跡。ねえ、まあまあ、それはでも、やっぱり勝ったものが美しい物語の。ヒズストーリーですね。あのおお、なるほど。そうですね。これあの、はい、アルノド・シュワルツネッガー先生から。あ、シュワルツネッガー先生が。シュワルツネッガー先生。今日の話はデジタルデトックス DD、略して、OK。DD、みんな経験してないでしょうと。ね、毎日電磁波浴びてますよね。これはいいっすよね。いや、だからコロナになる前から、我々その、この建物を建てた時から、Wi-Fi どうしようかねって言ってて、もう絶対やめた方がいいって言って、彼が、そう、Wi-Fi はやめましょうと。これはリトリートといってね、人生を見直すというか、生き方をもう一回立ち止まって考え直して、まあ、簡単に反省しろというコンセプトとしていいですよね。そうですね。みんな毎日だってスマホ持ってるじゃん。っていうことから、今日の一番面白い話は、お願いします。脳の外の話。受け身とか最初に言っちゃったからね。はい。養老先生の受け売りでもある。いやいや、あのそうなんですよ。で、やっぱりここの宿のこう裏コンセプトというか、我々の見えない、なんていうんですか、見えないこだわりっていうんですかね、勝手に。なんとかお客さんっていうのはほとんど都会から来る人たちが多くて、やっぱり都会の人たちってみんな人間の脳の中に住んでるって思ってるんです。朝起きて自分の部屋、これはもう人が建築家がデザインしたものだったり、自分が好きなところにポスター貼ったり、好きな場所にテレビ置いたり、好きな場所に花瓶置いたりとか、でそれから会社に行く、学校に行く、で電車に乗る、バスに乗る、すべてそこから見える景色ってみんな脳が誰かがデザインしたやつなんですよ。自然であるはずの木だったりとか動物だったり、その建物全部その直線とコンクリートとアスファルトだけじゃないにしろ、木だってここに植えてここに生やしなさいって言って、みんなで誰かが脳の中で人が作ったものの集合体の中に都会の人たちが住んでる、そういう人たちを一回外に出すっていうのがここの宿のコンセプト で、例えば文字だったりサインだったりっていうのはここから先っていうのは一切置かないようにしてるんですね。でそれは自分の頭で考えなさいよ。ハートですもんね。そうです。が作った。そうです。感じてね。はい。でそれこそ自然ってここの壁、その山にしろ、ここの風景っていうのはそれこそ毎日毎日変わり続けるわけですよ、季節で。ただし千年間変わらずにここにこうずっと動き続けるっていうのがここの宿のコンセプトで、そういうところに出した時にやっぱこれまで、ね、眠ってた感性で調子悪くなってたところがここで調子よくなって帰ってほしいっていう意味も含めてこういう宿。今
運営してよ。素晴らしい。じゃあ体とあの精神とか、あの思考とか、思考を止めるじゃないけど、うん、ね、はいはいはい、今度は私の話ですね、うん、そうそう、ぜひセミナーもね、それで。あ、そうですね。でもこう、あの本当にあの、ね、現代人は頭の中でたくさん考えてることがあって、人この皮ごと、うん、皮ごと腰が動いてましたよ、ね、うって美味しかった。今パキスタンでも収穫ってみます。行きたいですね、パキスタンの。実際心の中で顔が腫れてる。サンダル履いた方がいいのかな。まあいいか、うん、なんかあっちに、うん、ブロガー、 Vlog、虹の豆、おはようございます。本当はまあお客様を花で喜ばせるためなんで、あまりこう、おはようございます。たくさんは食べないように。ちゃんとあの植物と会話されてますよね。はい、はい、ありがとうございます。で、素晴らしい。そうですね、はい、咲いてるやつよりもこのつぼみ、つぼみを一つ、ハイビスカスでオクラ科。あ、そうなんですか。オクラ科、そうなんですよ、オクラ科で。食べるんですか。食べるんですか、これ。そのまま何度も噛んでみてください。オクラの、まあ、ご飯の上に乗せるほどじゃないけど、ちょっとご飯の上に、お皿にこうちょっと食べられますよね。そうですね、でも元気になりますね、これね。いいです、いいです。いいですから。なんかほのかな甘みもあってね。なんか美味しい、美味しい。うん。で、あの、まあ、この後味いいじゃないですか、これ、うん、そうそう、悪くない、そうね、悪くないですよね、うん、全然ない、えぐみがないんですよね。そう、えぐみがなし、うん、そうなんです、うん、これもうちょっとで収穫前かな。何これ臭くて、よくこんなもん食うと思う。そう、これはすごく料理にするのが難しい。これだって瓶に入れたまま紫外線に当ててずっとほっとくんですよ。でクルクルってぐちぐちになったやつをちょこっとだけ飲むらしいんですけど、うん、嘘だろってみたいな匂いしますね。そう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 、はい、あのこの木の上でもものすごい匂い、あのなんて言うんでしょう、はい、でこれがさっき食べたレモンですね、うん、あ、これですか。これです、これです。これ美味しかったな。だからこれも同じように、別にこれ食べなくていいです、えー、葉っぱを舌の上に乗っけて舐めてみてもらって。レモンリーフな、レモンリーフ、うん、ものすごい香り強いんですよ、これ。だから他のレモン。あ、本当だ、うん。これ料理に使う。そうなんですね、これ。で、これ甘くて美味しいんで、アリがちょっと張っちゃったりするんですけど、これ持ってもらっていいですか。はい。はい、じゃあ同じようにハヨさんもこれ持ってもらっていいですか。で、こいつを、あ、ちくしょう。ごめんなさい。で、はい、さっきと同じように。素晴らしい香りがする。これ、これに甘いから。あ、本当だ、甘い。甘い、これ。スイート。美味しいですね。何の花かわかります？わかんないです。生姜。あ、そうか。言われたらわかりますでしょ、うん、甘いだけじゃなくて、少しこの生姜の作用のこう、うんうんうん、いわゆるこう、代謝上げるような感じのこう、はい、辛さが。最初に買ったくらいですね。うわ、すごいですね。そういうなるじゃないかな。東京でも2万7000円ぐらいしちゃって。あ、そんなすんですか。え、このアワラペアも東京で今下手したら2万を超えますよね、東京だから。島でもこれみんな、なんかアワラですか。いや、もうこれまで老夫婦がやってる風にやってる。だから24歳の時から集めて、もう亡くなった人なのいっぱいいますよ。